ご視聴いただきありがとうございます。先ほどですね、信号待ちで僕の前に車がいなくて先頭だったんです。で、対向車の先頭、信号待ちで、しかもハイビームだったんですよね。めちゃくちゃ明るいライトで、で目がくらんちゃいそうなくらいの敏感な人って危ないじゃないですか。やってる側はどうか分かんないけど、やられた方はたまったもんじゃないんですよね。雪の日にも以前も走ってる最中に対向車がハイビームですれ違う時に眩しくて、もうあやくに事故りそうになった時もありまして、雪が舞ってる時だからなおさらでしたね。さっきの車は止まってて合図したにもかかわらず、もうやめてもくれなかったので、なんとかしてほしいなと思いますね。対向車のハイビームで大変な思いした方とか、ドライバーさんとかたくさんいると思うんですよ。コメントいただけたら嬉しいです。本当に危険な行為なので